小屋ガラスだよこれ。いや、この上の方でも音がしてる。この辺り。上の音ですね。屋根がね。ここも壁も。壁もスレット。あ、これもそうだね。これ開いたのスレット。これ屋根が見えた。これはスレート。屋根。これもスレートですね。うんこれ波型スレート、あの屋根と同じです。これは一番有名なやつで、もうこれ見たら大体アスベスト入ってると思っていい。こういうかけた断面から、うん、よっぽど新しいもんじゃない限り、この手のものは全部ね、名倉さん入ってますね。これちょっとご覧になってください。ね、あのね、もうね、風化してるからね、そのセメントがボロボロ剥げ落ちてね、このアスベストの繊維がこう飛び出てるんですよ、いっぱい。よく見るとだからこれもう少し経つとこのアスベストの繊維がだんだん空気中に出たり下に落ちていくというふうになりますね。こういうところに繊維がねいっぱいあります。大平場、うん、これも一緒だ。これがほらアスベスト繊維、白いとかいっぱい入ってます。これが、まあ、割ったりすると粉塵になって空気中に出てそれを吸ってしまうと、まあ、病気になる、うん、発がん性があると。こういうやっぱり倉庫工場の屋根とか壁によく波型スレートは使われてますね、うん、これをいい加減に解体するとそれがこう道に砂利みたいにして敷かれたり、あのいろんなところにあの、まあ、道路の工事に使われたりですね、そういうふうにしてリサイクルされちゃったりするんですね。でそうすると次の世代の人にもアスベストの影響が及ぶと、あの労働者の人があのこういうねあの暴露するとそういう危険性ってのはもちろんこの壊してる時にあるわけですね。だからそれを注意するとちゃんとマスクをしてくださいとかね、あのアスベストがあるんだからね、その壊すときはガチャッと壊さないで手でね、ばらしてくださいと、そういうことも我々はねお願いしてるんだけども、うん、と同時にその残っちゃったときに次の世代にもそれが影響すると、うん、そこも両方の点がね、うん、あるんじゃないかなと思ってますよね。ありがとうございます。やっぱ解体が少しずつ始まってるな。あるこっちがそこだと思うんですね。はあはあ、駅でしょ。はあはあ、ここはで、ね、さっきここ来た時にここが見えてね。あ、そうですね。これも見えました。あの信号で止まってる時に、ね、左前の、はいはいはい、で今こっち入ってきて、ここ来たんですね。うんうん、だからこれとかこの辺をちょっと、そっちの方にもこの辺ちょっと歩いてね。これだけ近いから、そうですね、ちょっと歩いて、うん、こっち側ですね。はい。一番わかりやすいああいう波板だよね。うん。一番わかりやすい。これ屋根が波板です、ね。今見てるんで、ね。うん。これサイディングボード、それそうだよね、ポンプの囲い、うん、あ、そうだ、うん、音は、うん、そう、ああいう音それは大変だ、それは大変だ、それもこれ入ってる、ほとんどアスベストの建材っていうパターンなんですね。外装も内装も軒天も、もう2004年やっと原則禁止なので、比較的新しい建物でも使われて、もう普通に使われてる感じ。住んでる人はそれを知らない、知ってるの？まあ、まず知らないと思う。住んでる人はほとんど知らないですけど。何が用のこういうやつね。そういう材料ですね、うん、で今あの世の中はこういうところにこのこういうセメントで固められたのは飛ばないから、これはこのまま使ってていいですと。ただ片付けるときに壊すときにちゃんとしてくださいっていうのは今の規則なんですよね。だからもう使ってる分にはこれはもう認めてるんですね、使っていいですと。で壊すときにちゃんとしてくださいっていうことなんで、だから本当は壊して今すぐこうちゃんと壊してほしいと思うんだけどね、こんなのね。2004年を境なんだけど、ね、ただほらこれを要するに法律でなっただけだから、うん、だから在庫みたいな、そう在庫で抱えていればこれを持ってるところを抱えていれば使っちゃう。震災の時ね、石巻で修理して、津波で壊れたところ修理してるね、新しい波板のスレートをね見たらね、それにもねアスベスト入ってて、それを電動でガーッと切ってましたからね。危ないですよね。あれコンクリでできたでしょ、どう見ても、ええ、でコンクリっていうのは火を通すと割れるわけよ、うん、だから割れるから何か細工をしなきゃ、でその中にその火が入ってもコンクリが割れないように
そのアスベスト建材を、うん、カボスサックっていうのがそれを入れるんですよ。あの中に入ってる、間違いなく入ってる。解体工事は本格化してない。全然してないですね、うん、さっきの一箇所だけ解体中と書いてありますね、うん、こうはなってんだけども、うんうん、ただ、ね、軒天そうだよな、まだな。今責任者いないんで、こちらの方で何のちょっとお返事の方もできないんですけども、あのそうしましたらですね、あの環境省の方の、はい、あの事務所にあの、と連絡を取りながら、アスベスト調査をやってるあの民間の NGO なんですけども、はい、あの工事現場はあのとりあえずね、僕らに何か言われても何のお返事もできないんで、こちらの JV の方に行ってもらえますか。わかりました、はい、なるほど、はい、こちらの方では何の返事もできませんので。わかりました、はい、分析しないとわからないんですけど、可能性が高い。こういうところですかね。そうですよ、こういうところに石綿が確かあるということはちらっと聞きました。そうですか、はい。ああ、そうですか。ちょっと私責任者で今ちょっと出かけてるもんですから、これは壁面であるやつで、アスベストではないって言ってますよ。壁面とアスベスト同じ。まあ、ちょっと区別がよくあんだよ。よくあんだよ。まあ、責任者の方に戻り足なんで、すぐ来ると思うんで、今説明あると思います。わかりました、はい、じゃあお待ちします。ぜひ、はい、一部しかなくて申し訳ない、皆さんに見ていただいて、はい、と思った。あと、防塵マスクも、まあ、皆さん使われてると思います。あ、大丈夫です、もうこれ大丈夫なんで、いいです、ね、はい、僕はこれしてるんです。はい、わかります、はい。それで、あのちょっと見て、あのなさそうなんですけど、まあはい、ちょっと軒天にもし入って、ちょっとなんだかわかんないですけどね、はい、木かもしれないですし、はい、あのスレートかもしれないんで、もし、はい、あのスレート系のもの出てきたら、その時ありで扱い、ありの扱いにして、うわしてます。扱いなし、レベル3の、ありますか、非飛散性があるんです。軒天でしょ。軒天、はい、あ、調べられてるか、わかりました。軒天はないんです。何がない、軒天は鉄なん。建物の中なんですけど。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。私はずっと被災地のアスベストの調査をしてまして、その中で建物解体工事の際にやっぱりあのきちんと対策が取られていない、散水ですとか保護具ですとか、そういう対策が取られていないケースが多く見られていたの でましてや被災して、まあ、短期間のうちにたくさんの解体工事が集中するという中で、非常にやっぱり人手不足になっていて、全く経験のない方が入ってきているということがあります。そういう方が現場で実際アスベスト解決はどれだかわからないということがあるので、そういった教育を徹底するということと、やっぱりレベル3という整形板の対策に関しては監督署が重要な役割を果たしているので、監督署の方が、現場に、まあ、できるだけ頻繁に、まあ、見に行くということが大事なのかなと思います。明らかにですね、アスベストが使われている波型スレートというものが使われている、倉庫とか工場とか、そういったものは結構ありました。中にはですね、亀裂が入っていたり、やはりその建て替えが必要なものも含めてですね、まあ、思った以上にあったというふうに思います。ですからそういう意味では事前にきちんと調査をしてアスベスト建材を分別すると、でそのことを接種である環境省が各解体工事を行う業者に適切に指示を出すということが重要だと思います。今現在、まあ、これは数十年前にアスベストを吸ってしまった人たちが今になって、年間ですね、1500人程度の中死というがんで亡くなられているという現状があります。でその傾向はこれからもどんどん増えていくというふうに予想されていますので、今からですね、十分なその注意を払って、これからの後の世代にそういったその重篤ながんなどの発症を予防するということが我々のに残されている課題だろうというふうに思っております。